俺の妖刀が獲物を求め騒いでいる。皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではバイオハザード7続きをやっていきましょう。とりあえずこのホールですね、まあホールに行かなきゃいけないんだけど、ちょっと鍵がねないんで、まあ手に入れたのはナイフでしょ、あとこれも、プレートも手に入れたんで、まあどこかで使う、まあ、ここら辺を駆使して鍵を探していくような感じになるのかな。でデフォルトはちょっとナイフにしておきましょう。でキッチンとかね、食堂とかリビングとかね、あの全然探索してないんで、まあ今の俺にはこの妖刀村正があるからな、どんな敵が来ても怖くはない。おハーブいいね。もう少し、おらこのミキサーなんかぶっ壊してやる。大丈夫だよな、結構そのままぶっ倒れてんだな。こっちの方とか、いやナイフ1本じゃ無理だわ、ちょっとマジで。前のねバイオとかはね拳銃を装備しててもそのままねナイフを振ったりできたんですけど、今回多分切り替えないとダメかな。ニコズハードウェア、ノコギリ、登山用ロープ、ペット用首輪。こいつら買い物に行ってんのかな。レジ打つ人とか超やだよね、え何この人みたいな。不老者って。特に何にもない。これはルイジアナで男性3人行方不明、今月9日ルイジアナ州ニューオーリンズから同州ダルベイに出かけた男性3人と連絡が取れないとの通報を受け、州警察は何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もあるとみて捜索を開始した。連絡が取れないのはピーター・ウォーケンさん、アンドレじゃん、アンドレ・スティックランドさん、クランシー、あいつらじゃん、ビデオにいた3人だよ。インターネットに配信する動画撮影のためダルベイへの取材を計画していたとのこと。あやつらだ。あれこれはアバカレ氏深淵クライブなんとかなんちゃらみたいな、なんでそういう記事をさ取っておくんだろうねこいつら。うんあいつらのことが記事になってるぜみたいな。これはお、やった、ハンドガンの弾をゲットした。ここはなんだ、これスピーカー、おー特にぶっ壊せるもんとかこれとかないね。あれこれ開けたんだっけ。あそうだね、全然関係ないよね。ここがリビング、これはさっきのやつでしょ。冷蔵庫とかね、俺がさらに切り刻んでやるよこんなの、おらおらおら。何にもない、閉めよう、この鍋なんて。いやこのナイフもう絶対使い物になんないでしょ。あとこっち、これなんだっけ、あそうだそうだ、このブーツとかなんだ、特になんもないんだよな。こっちとかは何にも入ってない。でここから下にはまあいけるけど、下に行ったところもねそんなに細かく探索してはなかったよな。降りるかもう一回、あの時はめっちゃ逃げ回ってたかな。なんかこういうガサガサする音ってさ、要は自分が立ててる音なのかさ、なんか別の何かがいる音なのかよく分かんないんだよね。やっぱねナイフ振ってるとね落ち着くわ。ナイフ常に振り回していこう、マジ落ち着く、ナイフ振り回すと。ほらこことかも、何にもないね。あこれはアンティークコイン、アンティークコインをゲットしたけど、なんかこういうコインをどっかで使うのかな。だコインだらけだよね今。もう持てねえじゃん、最悪ハーブ使うか、まだ減ってるもんね。これハーブにならないのかな、切って。うわなんて凄まじい、
植物なんだ。ナイフをもろともしない。あれ、それらしきものはないな。こういうのは別に切れないしね。でこのまま上に行っちゃうか。でそうするとまたさっきのセーブポイントに出てくるからね。よいしょっと。まあそれなりのアイテムは手に入れたから、一マス開けておくか。ハンドガンの弾、そうか、ハンドガンの弾もあれか、ハーブ回復薬今3つ持ってるからね。これをちょっとハーブを預けよう。じゃあハーブ預けて、でショットガンの弾はショットガン手に入れた時に使いたいからね。でプレートはなんとなく持っておくですよ。この汚れたコインと牽制のコインがわからんからな。アンティークコイン、牽制のコインは一応持っておくか。敵の動きがよく見える気がする。なんかよくわかんないけど、汚れたコインは置いとこう。よし、とりあえず2マス開けておくか。これでいいでしょう。え、じゃあちょっともう一回外に出て、とりあえずナイフは振り回しながら行こう。ほら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 、特に何もなし。こうやってね、油断してるとね、いきなり横からドバーンってね出てきたりするんだよね。やっぱね、こうやってね警戒している時にドバーって出てくるよりも、なんかね余裕を持ってで、なんかこう遊んでる時にいきなり出てきた方が怖いんだよね。気持ちがね全然違う。これとかね、なんだろうね、あ、どれ、これハマったんだけど、こういうことか。なるほど、じゃあ行こう。引きたくねえんだよ。え、ないないない、あ、びっくりした。扇風機が微妙に回ってんだけど。え、広くね、え、まだこんな広いの。ちょっと待って、なんでこの扇風機回ってんだよ。電気代とかちゃんと払ってんだね。そうすると買い物してるところとか見ると、お金とかどっから得てんだろう。家がでかいからな、なんかそれなりの資産家だったのかな。え、ってかマジ広くね。ちょっと待って、ホール、え、いっぱい行けるよ。階段とかあるしさ。ちょっとこっちからじゃあ見ていくか。また電話だよ。違う、電話多いな。出るか。今度左で出たよ電話。父さんにいじめられた。父親なのか。昔はね。残念だが奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。え、何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出て。分かった、また連絡する。絶対死んでないからあいつ。こっちなんか行ける。ん、これ何。あー、またなんかはめ込むんだね。これ馬みたいなやつ。三つ首の犬のレリーフだ。ケルベロス的なやつね。なるほどなるほど。それを探していくのか。ってことは鍵、ああ、そういうことね。ここも多分行けないね。こういうさ、窓からいきなり出てきそうで怖いんだよな。でこれは、あれ、特に何も書いてないね。これほら無理だ。これはまた別のマークだね。拡大できないのかな。サソリの扉って書いてあるよ。でこれは、うん、何これ、時計の振り子。こういうさ、ニュー、うおー、ちょっと今ね、自分のね、あのスマホが鳴って超ビビったちょっとスマホの音量を下げておこう。いやー、びっくりしたバイブレーションとかにしてるとね、いきなりブーってなるからね。よし、これで準備 OK。 ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、2年で20人以上。ノースカロライナ州在住の大学生ヘレン・ミッドキフさんが
ルイジアナ旅行中21日夜から消息を絶っている件を受けて、州警察のハウエル警部は同州南部地域で行方不明がこの2年余りで急増していると記者に語った。不明者の多くは旅行者や浮浪者で、その数は少なくとも20人以上と見込まれる。警察では何らかの犯罪に巻き込まれた可能性もあるとみて、地元住民の聞き込み強化や捜査員の増員を行うとのこと。2016年、ジャヌアリーかな、1月19日、アリッサ・アッシュクロフト、あっち行けそうだね。ちょっと待ってね。ただこっちの方も見ておこう。これ何？ちょっと待って、射影機的なやつ、映写機か。射影機は別のゲームだ。あ、ここにもなんか置くのか。お、これさ、自分の影超ビビるんだけど。これは大空のハリウッドと題された絵。こっちはさ、すぐ消えちゃうんだけど。一匹の犬が空に向かって吠えている。あー、なるほどね。ここにきっと何か照らすんだな。はいはいはい。このテーブルの上とかは特に何にもないかな。大丈夫かな。この扇風機さ、なんで回ってんの。まあ、このね、電気がついていてくれてるのはマジ助かるよね。こいつは結構さ、電気つけっぱなしにしとくよね。俺もそういう傾向あるんだけど。あとこっちか。すっげえ嫌なんだけど。これ何？拳銃持って、これなんか拳銃持ってんじゃん。おい、マジで？やった。何？鍵が閉じ込められたんだけど。ちょっと待って、なんかが出てくるか。どういうこと？もしかしてさ、これゲッ、ショットガンとか2つ使うじゃん、枠。あー、なるほどね。重みか。なんか別のものを置かないといけないのか。ショットガンじゃ取って、普通の拳銃とか置けないの。うまく銅像の手に収まらない。まあそりゃそうか。大きさが違うもんね。こういうのさ、調べよう。うまく銅像の手に収まる。とりあえずこれはじゃあ一回置かないとダメだ。で、これ時計の振り子、リビングと書かれたラベルが貼られている。リビング、リビングルーム。あ、なるほど、これでリビング行くのか。絶対さ、これリビング行くときにさ、なんか出てくるよね。館から脱出する、ショットガンを入手する。ショットガンを入手するもさ、あれなの、目的なの。どうする。なんかさ、だってさ、こっちの方とか階段あるよね。ちょ、暗くて見えないけどさ、2階行けるよ。マジかよ。どっち行こう。リビング行くか。じゃあせっかくリビングへのキーアイテムを手に入れたかな。大丈夫。クリアリング OK。 いや、もうマジさ、この妖刀ムラサメじゃさ、心もとなさすぎるかな。いやー、何も出ないでくれよ。よしよしよし、リビング、絶対さ、いるよ。リビング、こっち大丈夫？だってさ、ガレージってこっちじゃん。ガレージからあいつが復活してきそうじゃん。ちょっとクリアリングしていこう、マジで。ここリビングだよね。で、なんだっけ、手に入れたの。時計の振り子か。あ、時計、あった。ちょっと待って、拳銃に持ち替えとこう。で、リロードは OK。これだ。で、これ。はい。待って。なんだよ。ちょっと待って。いや、やばい。これやばい。え、
絶対来る。先手必勝。え？で、さらにどうなったのこれ。あ、魔剣のレリーフ。やった、手に入れた。で、魔剣のレリーフってさ、これ3枚必要なんじゃん。だってあれなんか3つ首になってたもんね。じゃあとりあえず1枚ゲットしたから、一応ナイフにしとくか。こういうのほんとね、フラグになるからね。とりあえず、大丈夫？とりあえず、安息の地まで走ろう。じゃあ安息の地に行こう、一回。よしよしよし、ここはね、大丈夫なはずだから。ああ、怖え。とりあえずセーブしよう。手に入れたから。いやー、落ち着くわ、セーブするって。ぶっちゃけまださ、何にも出てきてはないよね。何にも出てきてはないけど、よし行こう。もうこういうとこはね、突っ走る。うわー、走れ走れメロス。おら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 、よっしゃー。でここか。そうするとこれだよね、多分。これに魔剣のレリーフ、あーそうだね、頭の部分が欠けてると。ん？あ、大丈夫か。これなんか影とかがさ、ほんと映って怖いんだよね。これなんだっけ？あ、特に新聞の記事。じゃあどうする？こっちから行きますか？ちょっと暗いな、また。あ、どっちから行っても結局ここに出てくるのか。あそこに扉があるね。ちょっと待ってね。夫婦の寝室、物置。すげえいっぱいある。3つのレリーフで中庭への扉を開ける。そういうことか。3つのレリーフ、こっち開けて、ここなんだ。あ、これ写真。2014年5月2日エブリン。別に写真とかって置いてあるだけで、行きたくねー。夫婦ってことはさ、あいつらってことじゃん。だっておっさんと、え、なに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 、ええ、あれ人、ちょっと待って、前方にいるやつ、これは拳銃を構えよう。ちょっと待って、これ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 、こいつ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 、何こいつ。え、ちょっと待って待って待って、本当に待って。みんなやっぱ拳銃にしとこう。構えろ。いきなりドボーッとさせて襲ってきそうなんだけど。超怖いんだけど。何、動いてる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 よね。大丈夫。超やだ、何こいつ。超開けたくね。これ絶対開けようとするとさ、じゃあ開けるよ。一瞬で開けて、中には行かない。なんで勝手に閉まるんだよ、おかしいだろ。でもそういう扉か、勝手に閉まる扉とかあるもんね。絶対入ったらこいつ来るよ。何こいつ。行こう、とりあえず行って、ガチャッと。いやー、絶対あのおばあさんみたいなの、何これ、これかぶろうぜ。あの大男の趣味か、フットボールでもやってたの。これかぶろうよ。じゃあせめてさ、頭への直撃は避けられるんじゃないの。これちょっと待って、地図を見て、子供部屋とかな、何なんだ一体。でかいねこの家。何また、何もう落としたよね。でもめっちゃしゃがんじゃったんだけどさ、勢いで。開けて、焼けらんねえのか。これはなんだ。じゃあヘビの扉。もう先進めねえわ。
や、こことかさ、ここ何？娯楽室とかさ、何？バスルームとかさ、一個ずつ調べていくか。娯楽室があるってすごい家だよな。あ、なんかビデオがある。これはビリヤード。いっぱいあるね。これは何？マーガレットへ。捕まえたヒッピー野郎はいつも通りホールから加工場に運んでおけ。お手製らしい。回すとか。何これ。え、なんかいっぱいあるな。え、なんか動いてる。アンティークコイン。これ何？なんか前もあったよね。起こした。え、何？あ、どこにでもいる。どこにでもいるんだ。これ鍵開ける、開く、え、違う、祖母の部屋に行くんだ。ちょっと待って待って待って、でもビデオがあったよね。ここの部屋もうちょっとだけ探索しよう。ミキサーもあるね。ミキサーいろんなとこにあんな。これ何、開けるとさ、うん、何にも入ってない。コンセントは抜けてる。ビデオテープ、ミア、お、ミア、ビデオテープじゃん。これは、お、なんか入ってる。10月2日、予報ではでかい嵐が近づいているらしい。数年前の嵐では増水で後始末に苦労した。屋根や窓を補強していると言われたそうだ。ルーカスに手伝わせるとするか。ようやく水が引いた。本館は無事だったが、旧館はひどく傷んでしまった。湿地にでかい船が漂着したとルーカスが騒いでいる。本当なら誰、都に通報する必要がある。明日にでも様子を見に行くとしよう。旧館とか新館とかあるんだ。かなり金持ちっぽいね、ここやっぱり。これは開くことができないからね。これで開くのか。お、やった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 、ゲットした。2つ目、これはガンパウダー。あれか、調合すんのか。ガンパウダーとなんかだな。ちょっと見てみようか。ガンパウダーと、あ、薬液は両方使うんだね。ハーブと薬液で回復薬と、でガンパウダーだとハンドガンの弾か。で、これビデオ見ていいのかな。ちょ、怖いけどビデオ見るか。ビデオって基本的になんか自分で動くんだよね。見るだけじゃなくて自分でね、動かすんですよ、そのキャラクターを。いや、もうこういうの怖いんだよね、本当に。始まらねえし。え、ちょ、なになになに、え、始まんなくない。うおおおお、ミラとか超怖いんだけど。イーサン、もしこれを見たら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかはわからないけど、たいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。紐を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。え、何？また捕まるわけにはいかない。お、動かせるよ。逃げよう。走れる？走れるね。とりあえず行くか。え、こっちでいいの？これどこ、そもそも。でもこれさ、自分でビデオ撮りながら走ってんの？これ？え、何何何、どこ行けばいいの。とりあえず先進んで、え、いいの、先進んで。え、え、何何何、今どこにいるの俺は。地図、あ、あ、こっちか。ねえママ、こっちだよ。え、何何、誰、え、いる、なんかいる。え、行けないんだけど。マーガレットから逃げ延びる。ちょっと待って。
ここがいける？で、あ、なんだなんだなんだ、キュート、え、ちょ、めっちゃ暗くなった、何これ、え、マジでわかんない、とりあえずこっち行こう、もういや、行けるところがちょっと行くか、先へどんどん進んでいこう、てかすげえ広いね、休館1階って書いてあるね、遊びに付き合うのはもう、ちょ、待って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 、来た、隠れなきゃ、隠れなきゃって、どこにだよ、いや、あ、待って、あったー、キャーッ、やれたー、最後の最後でただ超ビビった、隠れなきゃってどこに隠れんだよ、というところで、じゃあ最後やられてしまったところで、今回はこれで終了したいと思います。多分次はまたあのビデオ見るところからやっていきますので、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。